ごめんなさい、ログインできなかった。悔しい、ごめんなさい、遅くなって。おはようございます。起きたよ、ずっと起きてるんだけどね、突然ね、ずっと大文字小文字のログインで引っかかってました。とんでもない、ごめんなさい。おはよう。よいしょ。はじめまして、ありがとうございます。そう、全然なんかね、もう目覚まし10個くらいかけて起きてたんだけど、起きはいけたのにそこかなって思った。悔しい。体調は大丈夫、元気ですよ。ちょっと待ってね、テロップつけよう。え、あれ、テロップも入力したのにテロップがつかない。今日あんまりついてないですな。ちょっと待ってね、もう一回冷静に打つ。ついた。でもこれだけじゃなくて、これでいいかな。よし、できた。これから新潟で昼公演あるなんて信じられない。そうだよね、イーハもこれから今ここが新潟ではないことと、これから公演があることはまあわからないし、何時かもなんか時計がなければ何時ですってわかんないぐらい、まあ何にもわかんないけど、公演はこっからね、4公演今日から、なんだろう、明日自分の生誕祭があるんですけど、そこに向けて今日から来てくださる方もたくさんはいないかもだけどいらっしゃるので、楽しんでいきたいと思います。でもいや、ずっとスピーチに追われていまして、今スピーチを必死に考えてるけど何にもね進まなくて、タコありがとうございます。そう、本当にね、何も、まあ、頭が回らないっていうか、なんか書きたいこと言いたいことはいっぱいあるけど、それを出し、なんかね、それが多すぎる、多すぎる、多すぎるというか、なんか
何を話したらいいのかがマジでわからなかった。でも本当にそれぐらい濃い1年間だったから、そのでもね、箇条書きにしているけどそれすらもわからなくなってる今。でもさ、寝れる時に寝とかなきゃならんと思うじゃないですか。だから寝とこうって思うんだけど、思うけどそれがあるからって思ったら寝れないし、うーんって思ってちょっと頑張ってます。眉毛描きたいけどちょっとこのままで。添削してあげる。あ、添削して添削してください。少しは寝れたよ。でもやっぱりさ、これはもうどんな時でもそうなんだけど、その前の日が遅くなかろうが早かろうが、次の日起きれるかって不安だから、いつもホテルは電気つけて布団かけないとかで寝るんだけど、今日もそれで寝ました。おはよう、ありがとうございます。はじめまして。でもやっぱりもう昨日は本当に終わったのが2時とかで、帰ってきたら3時半とか、風呂入って結局4時みたいな。いや、すごくお風呂遅いんですけど、割と早くスピーディーにお風呂に入ったつもりだったのに、結局普通にいつも通りくらいの時間割でお風呂に入っていて、あら、やっぱりお風呂遅いんだなって思いました。お風呂遅いし、それに加えてまたさ、髪の毛とかも乾かさなきゃだから、あれ、これから髪乾かすかなって思ったら、ふーん、頑張ろうって。髪って自動で乾けばいいのにね、そう思いませんか。新潟雨降ってる。そうだよね、新潟天気悪いよね。そう、髪長いし多くてめっちゃ大変なんですよね。切りたい気持ちもあるけど、伸ばしたい気持ちもあるし、ね、今日も明日も雨か、嫌だね。よいしょ。おはようございます。ぜひあのキラキラもしよかったら投げていってください。
朝何時までする？そう、何時から始めれてましたか？多分10分間くらい格闘したから、49ぐらいか。ありがとうございます。そしたらじゃあ、今日は夜のひまたぎ配信で調整はできるから、待ってね、今考えてます。あと20分じゃなくて、間違った、あと20分あと20分あと20分か25分くらいで大丈夫ですか？そう、当初の予定だと6時25までだった。6時20にしようかな。20分までで。すいません、お願いします。今日はこの時間と、午前中がこの時間だけしかできないので、この時間にやって、午前中の分のキラキラはここで使っていただき、午後はあの昼夜公演の合間に配信できたらちょっとだけ、でもそれも本当にちょっとになっちゃうと思うけど、ちょっとだけしようと思います。で、夜、明日が誕生日なので、なんだっけ、ひまたぎ配信をしたいと思います。11時から待って待って今がこの枠が、じゃあ今何分の枠になるってこと？30分ぐらいの枠にここがなるってことだよね。そしたら15引いて、あ、じゃあ2時間ひまたぎ配信にすればいいのかな。そういうことだ。確かに壇上が誕生日週じゃない。そうですね。なんでだろう。あ、あとさ、私の配信なんか低なんとか遅延モードにしないと見れないみたいなファンの方がたくさんいたんですけど、それはどうですか？見れるようになりましたか？そう、低遅延モード、そうそうそう、結構何人かにね言われたの。この枠早めに切ってもいいか。確かにね、今は大丈夫。家が悪いのかな。昨日と今日は大丈夫。昨日もお家に行ったよね。あ、違う、家いない、ここからだった。そう、だからもしそうなったら教えてください。でもそれでどうにかできるかわかんないけど、スマホが古いのかな。すっぴんです。
はよ。朝からありがとうございます。こんなドスッピンでですが、まこいもさん、お城ありがとうございます。ありがとね。あのまたちょっと今手で持って配信してまして、後ほど紙に書いて紙に書きますので、ありがとう。お城そう、スマホ手持ち、なんか昨日のところに置いてやろうかなって思ったけど、ちょっとあの狭さにずっといるのちょっとやっぱりしんどかったからそう、昨日と同じお部屋だけど、あの場所が違います。そう、終わった後にあそこで足しびれるみたいな、なんかもう膝カクカクみたいになっちゃったから、やめようって思ってそうそう、待って、そうそう、この時計は嘘の時計だから、これは嘘で今6時10分。そうね、おおあくる、6時6分、あれ、ちょっと待って待って、今6時6分、早いんだ、なんか2分早い。そう、なんか話始まってからずっと話しっぱなしだったけど、オールナイト藤子さんにね、出演させていただきました。今更すぎる、もう配信始まってめっちゃ経つけど、見れる地域の方見てくださりましたか？どうだったかな。すごい楽しかったですね。リカさんにもお会いできたし、あの田中美久さんとか村重さんとかにもお会いしたりとか、すごいなんか、あ、ここテレビ番組のスタジオなんだなっていう、初めてそういう、なんて言うんだろう、初めてじゃないけど、そういう何、バラエティ番組のああいうスタジオの中にポンと行くのは初めてだったので、すごいなんか、すごいすごい空気オーラ、なんか楽しそうで、皆さんすごいなーって思いましたね。そう、佐久間さんも初めて見ます。うん、すごく楽しかったですね。何やったの？特にあの曲紹介をしにみんなで行ってきました。そう、本当にね、すごい楽しかったし、貴重な体験だなって思ったけど、また出演させていただけるようにこれからも頑張ろうと思いました。
はやー。あ、時計ある、時計出てた自分のところに。初見です、ありがとうございます、おはようございます。ぜひキラキラ協力お願いします。初見ありがとうございます。はじめまして、はじめまして、初見です、ありがとう。お腹すいた。お腹が、でもめっちゃあのスピーカーくらいの音でお腹が鳴りそうで阻止したい。そう、なんかさ、やっぱさ深夜までいたんだけど、その夜ご飯を、あれ何時だったのかな、7時くらいに食べたんですね。7時くらいに食べて、でもすごいお腹いっぱいになるまで食べたんですけど、やっぱり1時とか2時とかにな、1時くらいか、出番の1時間前くらいに なって、あ、お腹空いてきたって思って、もお腹空いたってずっと言ってた。もうそっからずっとお腹空いてるから、お腹はとっても空きましたね。お、今日お誕生日です、おめでとうございます、ハッピーバースデー。初めましてでハッピーバースデー言われて嬉しいです。いい日にしてくださいね。明日私も誕生日です。お腹空いた、今日は日またぎしますよ。あ、それテロップに書けばよかったな、今更かな。夜は日またぎ配信するよ。でも今おにぎりとサラダを買ってあるので、多分それを食べればお腹はいっぱいになるはずと思っています。しかもなんかおにぎりずっと食べたかった、よくわからないすごいおしゃれおにぎりをコンビニで買ったので、でもこれ朝から食べるのかっていう気持ちもちょっとあるけど、なんかね、クリームチーズ、サーモン、スモークサーモン、クリームチーズ、なんかなんかなんかみたいな、なんかカリフォルニアロールみたいな寿司じゃなくておにぎりなんですよ。なん、多分伝わんないんだけど、なんかね、おしゃれな、ブラックペッパー、ブラックペッパー、スモークサーモン、クリームチーズ、あとなんかね、もう一個くらい魚介系がいた気がするんだけど、なんだか忘れちゃった。ファミリーマートで買いました。毎日朝配信してほしい。イベント期間は毎日、毎日は分かんないけど、朝配信結構してますからね、してますからね、してますので、そうですね、フォローぜひしていってくれたら嬉しいです。イベント応援していくうちにユーハにハマったら、ごめんなさい、謝んないでよ、嬉しい、めっちゃありがとうございます。ぜひどっぷりハマってください。おはよう、はじめまして。うーん、お腹が空いた、
結構カロリー高そう。でもね、そんなこともなかった。普通のとあんまり変わんないくらい。はじめまして。知り合いにユーハにハマった人多い気がする。本当？めっちゃ嬉しい。ちなみに今日公演来てくださる方はどのくらいいますか？今日のユーハは本当に19歳ラストの公演ですね。正真正銘。お、ありがとうございます。待って、ユーハちゃんもしっかり釣りコメント言うんだ。釣りコメント。みんなにね、好きになってもらいたいですからね。本心ですよ。昼行きます。お、待ってますよ。夜入ります。待ってるよ。ちょっと今日はドキドキ緊張しているんですけど、頑張りますので、皆さんパワーをください。昼より行きます。お、ありがとうね。パワーありがとう。そう、20歳当日にね、お酒は飲まないですね。19歳のいい声納めになりますように。ありがとう。頑張ります。あら、クマなんだ。水色のクマ、ありがとうございます。ギバさん、クマありがとうね。これもまたちょっと後でになっちゃうけど書きますね。今日はユーハの幻を見れるかもしれないですね。皆さんはもしかしたらじゃないけど、あれ、こんなとこみたいな。はい、ま、何も言わないです。あとはでも分かってる人分かってると思うけど、あの、あれ、これここからかな。あ、違う、待って、あれ、タワー。ゆきさん、水色のクマありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。男女読みますね。ありがとう、本当に。お、ここはここ、13位大輔さん、ありがとうございます。12位ひろきくん、ありがとうございます。ちょっと呼び捨てにしよう、全員。今日13位大輔、ありがとうございます。12位ひろきくん、ありがとうございます。11位りょうへい、ありがとうございます。10位はまっぴ、ありがとうございます。9位北村ランド定住水道橋博士、ありがとうございます。変わっちゃったくーん、時間ある？ない。12位、ちょっといなかった人だけ読もう。12位まゆう、ありがとうございます。10位こば、ありがとうございます。8位のり、ありがとうございます。7位片山、ありがとうございます。6位さっくん、ほんだ、ありがとうございます。5位はまっぴ、ありがとうございます。4位お疲れ、ありがとうございます。3位ゆき、ありがとうございます。2位まこいも、ありがとうございます。
1位ギバ、ありがとうございます。あー、なれないなれないありがとうございました。それではまた公演でお会いしましょう。またね、ありがとうございました。